もう何でも相談室です、えー。皆様からご用寄せいただいたご質問に答えております。有んさん、えー、ヒッグス粒子について教えてください。標準モデルから予測して取り出したこのヒッグス粒子が発見する前から質量を与えられた素粒子だとなぜ分かっていたのでしょうか。まあ、これ理論的に予想されるんですよね。質量って要するにあの基本的に高速で走るものは質量ゼロなんで、えー、質量があるってことはその走るスピードが高速以下ってことなんですけど。うん もともと素粒子の世界でつびベベった米米軍っていわれてつびった米米軍っていうのはんていうか高速でこうやってこうやって動いててまっすぐ行けばこうだ高速だけど高速以下の粒子はこんなふうに動いてるみたいな考え方だと思うんですけど僕もちょっとヒグスメガニズムについて最近レビューしたいんで分かんないんですけどその質量が出る起源についてその例えば内部的な自由度も含めさまざまな議論があってその中でそのヒグスっていう粒子が。 あの存在しなないいいととううまく、えー、説明できないよっていう話があると思うんですよ、ね、あの基本的にあの僕の理解ではその現在の現在のソリュ論っていうのはあの、まあ、例えば重力重力とかそういう力を媒介するやつもそうだけど基本的に全てに粒子性があるんじゃないですかねその世界を構成する要素が。なんであの質量を与えるメカニズムについてもその粒子性があってそれを理論的な、えー、と予言としてヒグス粒子があこれのあの 僕は最近、ソリッシュのレビューをしてないんで、えー、とこうやって僕に聞くのもいいんですけど、あのいろいろ本,本読んだり、あるいはもう Wikipedia レベルでいいんで、いろいろ調べてご覧になると、フィヒッグスメカニズムで調べてご覧になると、いろんなことが分かっていくんじゃないかなと思いますけどね。修理さん、僕は右利きなのですが、左手って毎日最初は20文字ぐらいから始めて、100文字ぐらい書いてると、右のうのへフィードバックがいかはずですから、何かいるものがあるのでしょうか。まあ、ご指摘のようにが左半球 左半身を支配してて、左脳が右半身を支配してるんですけど、何か得るものはあると思います、脳の,の、えっ、ー、と、なんていうかな、普段使ってない回路が使われるわけだから、そういう意味では得るものがあると思うんですけど、えっ、ー、と、ダヴィンチみたいに、両手で同時に鏡文字が書けるぐらいまでやられたら、なんか面白いことあるかもしれませんけどね、僕も時々左手であのご飯食べたりはしてます。またさんです、ね、 創造性に関しての一説に創造は無意識の解放というものがありますがそれを実際的に実現する方法があれば教えてください、ま、あの一説っていうかかなり有力なんじゃないですかね想像はつまりだからあの意識想像したいって意識が思ったとしてもそれを無意識にあの強要することはできないんで結局意識ができることはこれ自由意志論と非常に深く関わってくるんですけど無意識の中で起こっているプロセスを意識は解放してあげることしかできないんですよね。 でそれを実際的に実現するっていうか、えーとまあ、2つポイントがあってだからいかにその無意識をリリースするかってことともう一個いかに無意識をあの豊かに耕すかっていうでこの無意識を豊かに耕す方法っていうのは実は意識がすごく関係していてどんな作品を見るかとかどんなあの活動をするかとかそういうことを通してあのなんていうんですかね無意識が耕されていくそのことによって、えー、と意識無意識が出てくるものの どまりが良くくなななっていくといいとととううことなんだろうなと思いますねえね、ー、フリーザーさん、えー、バカかもしれませんが私は新たな学問分野を想像しその先駆者になりたいのですがどのようにして作り上げればよいのでしょうかうんあのー、なんか欲求があるわけですよねその新しい学問分野を想像してその先駆者になりたいっていうでこの脳においてそのある欲求があると例えばじゃあビッグになりたいとかねイオメになりたいとか。 欲求があるでそれとそのそれをじゃあどう実現するかっていう具体がある。でそのじどう実現するかっていう具体はその志とかその夢とかそういう言葉よりもうちょっときめ細やかなことでできているというかあのそのそ意外とその感情ってのは荒いんですよね。あのビッグになりたいとか有名になりたいとかあのそういう満足感が得たいっていう。で、えっと、それを持っているのはいいことなんですけど。あの 学問分野を想像するとかそれはすごく具体的な話なんで例えばじゃあ柳田邦夫が民族学を想像したと。で,でさあ別に柳田邦夫が私は新しい学問分野を想像したいって思って作ったわけじゃなくてもっとすごく具体的な細やかなことに注意を向けることでそういうことが結果として起こる。ですのでフリーズさんもあの、えー、そういう意欲を持ってらっしゃればいいんですけどんかすごくきめ細やかな自分の興味が持っていることについて。 あの、いろいろ考えてご覧になったらいいのかなと。世界は意外とフラクタル構造になってるんで、すごく小さい。見えることの中にも。あの？何ていうか？大きな宇宙が隠れてるんでね。細かな細やかなことをちょっと見ていただけたらいいなと思うんですけどね、えー、サイロさん、私は意見を言うときにあい、本当に相手に対する否定心がないかを問いますが、そのメタ認知は難しいです。どうしたら否定心がないことをメタ認知できるのでしょうか？と。 うんそうね、まあ動機づけによるんじゃないかなと思うんですよだからどっちかというとその否定心とかそういう感情的なものからディタッチするディタッチメントっていうのはねものすごく大事なのかなと、うん、あのディタッチして離れることでニュートラルにであのそうすると自分からも離れられますよねいろんな議論をする時にあのちょっとディタッチしてえー なんか論理的というか事実的というかそこの領域で話しているとそういう自分の気持ちからも自由になれるのかなと思いますけどね。心理学の心理理学学のさん、えー、人が何かを考えるとき視線の方向でどんな処理を考えているか分かるという話がネットや心理学関連の本で出てきますがそれは脳科学的には正しいのでしょうか。あの外部にに、えー、例えば具体的な刺激がある場合に その視線の動きによってその視線なんていうかその刺激に関連した関連の思考をしているということ自体はうんある程度言えるんでしょうしあの何か思い出そうとしてる時に上向きになるとかそういうことはきっとあったと思ってそれは単純にあの上の方には情報が少ないんで現実の情報に惑わされないで何かを思い出したり抽象的な思考ができるってことだと思うんですけどでも考えてみたらその視野っていうのは 単にこれだけの自由度しかかなないいじゃないですかでその自由度の空間の中で何を考えてるかっていう何て言うのかな、うん、内容まで特定するのは無理ですよね。だこの手のネットとか心理学の関連の本っていうのは、まあ、適当に書いてるやつが多いんで <laughs> 申し訳ないんですけどだからやっぱりその,それあの、まあ、2つだから心理学の心理学さんには2つおすすめがあって1つはやっぱり 専門的な英語の論文を読むとということですねそこにはだから、うん、とどういう実験条件でどういうデータを取ってそれが同型的にどうなのかって話が出てるんででもう一個はやっぱり視線の方向で何を考えてるか分かるってでも視線の方向ってこれだけの自由度しかないから情報空間的にそんな何考えてるかまでわ分かんないですよねみたいなことをちゃんと自分で論理的に考えられるとあの騙されなくていいんじゃないかなと。 思いますけどねえー、と吉さん東海大の教授が林先生の番組で血液型によって脳の使い方を変わるということを言っていたのですがどうなのでしょうかえー、そうなの番組で A 型は左脳派と言われていました。いや、よた話でしょ。<laughs> えっと、そんな話はないと思いますよ。私は A 型なんですが自分自身に想像力がないと否定されてるみたいで押し込みましたって、吉高さんに対するおすすめは A 型は世界を変えるようなひみつ発見ができないのでしょうか。この件を含め地上テレビのニュース以外は信憑性の薄いことを平気で放送するのでしょうか。えー、ネタがないかですかね。だ吉高さんへの僕おすすめはまずテレビを見ないことですね。<laughs> うんテレビ見るの時間の無駄な感じが僕はするんだけど、まあこれ見たい人がいたら見たらいいと思うし、別にテレビ局の人も商売しなくちゃいけないから、まあ、積極的に邪魔するつもりはない,ないんですけど、まあそういう <laughs> テレビ見てるより。 いい音楽聞いたりとかあるいはそのちゃんとした内容の情報に接した方がきっと自分の人生は豊かになると思うしテレビの人はなんでそんなのを流してるのかっていうとそれを見る,見る人がいるからなんですよね結局テレビってあのふ、えー、ごとに視聴率やってるんできっと A 型のなんか A 型で脳の使い方が違うみたいなヨタ話を流してる時間帯の視聴率が上がってるとそれがどんなヨタ話でもまたやろうかみたいな話になっちゃうんで。 さすがになんかやばいこと言いすぎると BPO 案,案件になってあのなんていうの、まあ、僕は最近あの中和テレビでは縁がないんであれなんですけど僕はもしそこにそのスタジオにいたらぶっ飛ばしてたでしょうねその東海大の教授という人「お前何できなこと言ってんだよ」とこのタコみたいなことタコ殴りしてたと思いますけどおそらくその後また放送されないんでしょうね <laughs> まあどうでもいいんじゃないですか千葉テレビはねもう。ゼウスさん あの私のような神ではない限り人間は無から物を想像することはできませんよね。あゼウスあ神様なんです「すゼウス」というハンドルネルームだからね。私は人間の想像とは一見無から物を想像してきたように見えてもなおそれは複数の概念や事情を組み合わせて書き合わせて作ると思うのですが先生はどうお考えでしょうかそれはその通りですね自然は飛躍しないんで全ては物理法則なんで無から何かを想像するってことはありえないですよね。 脳の中では全部つながってるんで。だからゼウスさんはハンドルネームがゼウスさんなんですけど、神様なんで無から何かを作れるんでしょうけど、あの人間は作れません。おっしゃるとりです。えっ、ー、とナワルジャーさん。<laughs> こんにちは。ジュアサの高校生です。僕は中学の時、数学が得意ではなかったのですが、高校になってから数学が好きになりました。よし。 まだ得意とは言えないものの単に数学がかっこいいまたは解放の模索する自分を数学者と重ねてうぬぼれするうちに自分も数学者になりたいと思いましたそうなのかといった時の達成感も多いのですがこれよりも単純に数学の神秘を感じ数学で数式で表したいという理由で数学者を志しているのですが数学者を目指す上でこのような理由では弱いでしょうかあのえっとですねそのラマルジャンさんが数学愛好家として数学をやっていくっていう理うにおいては 全然問題ないと思うんですけどその純粋数学の数学者というのはかなりハードルが高くてですね、えー、まずそれをラマルジャンさんがどれぐらい理解するかとで中学高校の数学高校の数学はあのアリンコみたいなレベルなんですよンちゃんの数学に比べるとだから本ちゃんの数学がどういうものなのかってことをまず理解する必要がラムルジャンさんはあると思うんです。 でえー、っとそうだな森田真央さんの著作とかね数学する身体とか書いてますけどああいう入門書ちょっと読まれたりとかあとそうですねラマルジャンさんどこに住まれてるかわかんないんですけどあのある程度大きな書店の数学の専門書のコーナー行ったりとかあるいはそうだなもしラマルジャンさんの近くに大大理数系のある大学があったらその大学の生協に行って 数学の本の本棚に行かれることをお勧めしますそうすると「あ数学ってこういうややこしい話なんだ」みたいなまあえっ、ー、と集合論とか大数幾何とかねあ,のあるいは解析とかあと何あそうだ検論っていうのをまず手に取られたんですか見ってあのなんだろう成層検の見です成層検の見の論とかそういうのをちょっと入門書というか解説書を パパラパラと見ておられるなって「あこんな感じなんですね」みたいな風にするといいのかなと思いますけどねあの数学型が好きだっていうのはほんと素晴らしくて数学をやられたらいいと思うんですけどあのプロの数学者のレベル設定っていうのもちょっと見とかないとねプロのただテニスプレーヤーやりたいっていう時に錦織さんとか 大阪直美さんのプレー見てないでプロのテニスプレイヤーになりたいって言ってもしょうがないじゃないですか数学もプロの数学者ってこういう世界なんだってああるいはね望月教授東大あ京都大学教授の、えー、と ABC 予想についての論文なんかネット上にあるんでそれ PDF で見れるんでそれを読んでみるとかどうですかね。ともみさんも木、えー、さんが動画やラジオなどで押さえてるのをほんの最近知ってありがとうございます。 さっきマスク事件の動画を見ました日本ではひょっとしてこんなことがあるかもしれないという発想のできない人が多くて結局それが全体を苦しめているのにいつまでも気づかずに必死の人たちがいますね昔はそういう雰囲気とかしか見えていなかったのがネットで見えてきているようになっているようです私は日本では生きられず海外に行ってきていますあそうなのか子どもたちのために国籍も変えようと準備中ですあそうなんですね そんな中で森さんがいろいろたくさん発信してくださってこととてもありがたく思います森さんを通して、えー、世界が広がり楽しみが増え心の奥には方には安定感を供給していただいているようですやっと質問です森さん応援できるように何かできることだと教えてくださいありがとうございます <laughs> 森さんいい人ですねいやあの何よりも森さんの人生を楽しく、えー、前向きに生きてくださることが僕にとっての応援になると思うんでぜひその新しい環境で、えー 海外で、えー、いろいろ大変なこともあると思うんですけどあの頑張って、えー、楽しい人生を送ってくださったらそれが僕にとっての、えー、何よりも、えー、なんていうか応援になると思いますのでお気持ちありがたいですミミさん、えー、森さんいつもありがとうございます森さんのお話にとても救われましたありがとうございます、えー、私は15歳から4年間ついた彼氏と大恋愛をしましたその時に恋愛依存症になりましたそしてその彼に触られたことがトラウマになりました えー、結婚し14年続いていますがまだ根本に残っている恋愛依存症に苦しんでいます普段は大丈夫なのですが何かのきっかけがあればすぐ当時の自分に戻り苦しいですこんな辛い世界に生きていたくないとか思ってしまう心や世界は返答体の感情のせいでそう感じてしまっているそうで事実ではないと言えるのでしょうかと前途よ鍛えたミラニューロンを利用するなど法で依存症を治したいというも克服したりできますかはいあの感情は もちろんその扁桃体とかそういう脳の回路が生み出しているものですけど自分っていうのはその脳が生み出しているものじゃないですかだから自分にとっては感情はリアルなんですよだからそれを否認しても仕方なくて認めなくても仕方がなくてやっぱり受け入れてそれをそれを解きほぐすことが大事なんですよねですからこのトラウマ体験が終わりになるということですから、えー、とそれを否定するというよりはあの その体験がが自分にとってどういうい意味があるのかとあと何よりもね肝心なのはね自分がほ本当に欲してることは何なんだろうってあの我々自分が本当に欲してることはここにあるんだけどその手前にあるものに目をとらわれちゃうことがあるんですよよくなのでね自分が本当に欲してるものは何なんだろうってことを見つめ直すことがとてもとても大事なことだと思います人間ってね自分と対話しないと見えないことがよくあるんですよね さの一匹羊さん日本ではラーメンなどの麺類を食べるときに音を立ててすすって食べる文化があると思いますが僕はそれが結構苦手です生まれてからずっと日本で育暮らしてきたので慣れてるはずなのです音を出してすする場合に汁が飛び散って服にかかったりする可能性を考えてしまうし音自体も苦手です性格的に平均よりも神経質だからでしょうかいや僕も全く同じです,すすって食べる音嫌いですね <laughs> 僕自分で食べるときはラーメンでもそばでも。 すすって食べませんでそれはなぜかというとさすがに一匹羊さんみたいに衛生上の問題もあるんですけど基本的にホワイイトノイズが苦手なんですよねだ子供の頃からあの母親がかける掃除機とかの音が苦手であと僕だから同じ理由であのエアコンの音も苦手ででそのなんかよくけ分,分,分かんない人いるじゃないですか「あのいやラーメンとかそばはすすって食べるのがうまいんだ」とか。 日本の文化なんだって知るかよと思いますよね <laughs> だって別にそれだってんとか日本の文化なんだってそれ本当かどうか分かんないしね単に意外とある近代のある時期に誰かがそう書いてそ,そうかそうじゃあそうしようみたいにやってたっていうこともよくあるから捏造された点取ったのよくあるからねあの僕は全く笹山一匹翡翠さんと同じでただねあの僕はだから自分の ねラーメンとかそば食べる時すする音全然立てないですけどあのそういうことやってる人がいたらしょうがないよなそれはなあとでも積極的にそれが日本の伝統だきりみたいなことは言わないでおこうみたいな感じだから積極的に「いやそういうの嫌なんですよね」とは言わないけどなんかあんまりそういうことを日本の伝統だとか言って威張んないでねみたいなあと外国の人にも勧めないでねみたいなことで徐々にそういう。 すすって食べる文化が廃れていったらいいなっていうふうに僕は思っていますけどねえっ、ー、と SNAT さん、えー、先日は魚の教育力の質問についてお答えいただきありがとうございました意識の変化についてご質問させてください、えー、私は長年親との関係で悩んでいたのですが昨年うつ、えー、病を発症したことがきっかけで親との関係を断ち臨時療法に取り組んできました 何かとお前が悪いお前のせいだと言われて育ったせいかああそうかお気の毒です今までずっと批判的な言葉ばかりが頭の中を回っていましたが最近いくつかのワークを行ったところ急激に頭の中が静かになりましたなるほどこれまで解決のためにさまざまなことを試し続けた結果だろうと思いますが変化はこんなに突然やってくるのかと驚いています留学先である日突然飛躍的に言葉が理解できるようになったり失恋が気づければどうすかいどうでもよくなっていたりという体験とすごく似ていると思す のかもしれません脳内ではどんなプロセスをめぐってこのように変化するに至っているのでしょうか教えていただければ幸いです。まずはあの <laughs> 良い変化が出てきてきかったですねで脳はあの非線形なんですよ。非線形ってのは1-1が2にならないと。だからある要素がね例えば1111って積み重なっていくとするじゃないですかそうすると1が今までは3までしかなくて45ってっちゃったと最近ね。 そうすると普通は三から四五になるって大した変化じゃないような気がするじゃないですか。ところが非線形っていうのは。その三から四五になった時に急にビーンって百倍にも千倍になるっていうような。性質を脳は持ってるんで。おおご指摘のようなその。うん、ええー、少しずつ変化してたと思ってたのが。ある時、突然それがあの。効果として気づくようになるってことがあるんですよ。で。その。ええー、と。ただその。大きな変化が起こるのは。 それま111って345って積み重ねてきたそれが全てうまく働いてそうなってくれてるんで今でやったことは全て無駄ではないとあと親御さんとの,あのご関係ですけどあの親から離れててとあのその独立してまたんと自分が確立できたらまた違ったし目線でね親を見ることができると思うんであの親,との関親を結局 うんいいよく落ち着いて見られるためにも独立されるというのはいいきっかけだったのかなと思いますけどね。えー、おそお松さん僕は仕事で考えてないいいいなななので考考ええいといけないとけ言われます考えろと言われないように緊張してお仕事しているので何回も考えろと言わせてしまうと怒りが湧いてしまいその場でほふく前進をしたり服を脱ぎ出したりしてしまいます。 自分との上手な付き合い方のヒントありませんかその場でほふ前進するんですかかなり変わってます、ね、うんまああの考えるって緊張してたら考えられないんですよ。あのリラックスしてないと考えられないんでまず仕事で緊張しないようにされるのがいいです結果としてはで怒りは。 何よりもあのあれですねだからおそ松さんの場合は学ぶ考えるということ以前にここの平穏を保つことを心がけるのがいいのかなとそうするとねいろんなことに気づいてこられると思うんであとその考えないといけないって言われる上司の方はあんまり良くないんですよねそういうのね。余計なお世話っていうか考えることを強制することはできないんで。 お粗末さんのペースでいろんなことを考えていかれたらいいのかなと思います鑑賞用 youtube さん、えー、リンゴって何ですかリンゴの見た目は外が赤くてああ中が白いリンゴの味は甘いリンゴの質感はシャキシャキとしてみ,みずみずしいと えでこういうカテゴリーを変数的に示してそれを手術が正しいように並べただけですがうんカテゴライズも手術も正しさは他者との価値観を示し合う経験において獲得できると思いますこれは人,人工知能に人間が正しさを示すことによって機械は意味を理解したことになるのでしょうか意味に考慮を結びつけようとしたら自分以外の人間と,はと人工知能はさして変わらないのではないでしょうか。 意味とは何なんでしょうそして人間は他者にゴーリアのような感覚を認めることによってのみ意味を認める持つことはできるのでしょうかはい大変深いお話ですね。これソーシャルにあの社会的に構築するってアプローチっていうのは例えばあのルック・スティールズのトーキングヘッズみたいな研究であるわけですよね。でビットゲイサインは言語ゲームって言ったわけですけど。 その言葉の意味っていうのは我々から見ると主観的なクオリアのように思えるけどそれはソーシャルに構築されてるって考え方はずっと昔からあるわけですよね。ですのであのこれは観賞用 y o ーチューブさんがおっしゃられてることは極めて本質的なことでしかし未解決の問題でこのソーシャルとクオリアの関係っていうのが一番面白いところでじゃあそこで人間と人工知能が同じなのか違うのかっていうのはこれ誰にもまだ分かんないことで一緒に考えましょう。しかもリンゴっていうのがいいですよね。リンゴって知恵の実だし。 ニュートンがあのバイオ力の法則を発見したのもリンゴだしえー、リンゴを元にこういうふうに考えるっていうのはとてもいいセンスだなと思いました。ということでえのー、な何でもそうなんです私花粉症でちょっと鼻がうずうずしてましたがえー、また皆さんからのご質問お待ちしております。